ご視聴いただきありがとうございます。こうちゃんです。本日は盛岡車両センター SL 研修庫に来ました。最後までご覧ください。本日のイベントは SL 研修庫見学ツアー。料金は2000円でした。SL 銀河のことを詳細に記した下敷きをいただきました。 SL 銀河に使用されている C58 型239号機ですが、最初の C は動輪の数です。次の58が機関車のタイプです。最後の239が製造番号です。 C58 型機関車は全体で431両製造されました。そのうちの239番目の機関車です。その機関車の中でもテンダー機関車とは、左側機関車部分と右側の単水車で構成されています。この単水車を持っていない機関車をタンク式機関車と言います。タンク式機関車の例として大井川鉄道の機関車トーマスが挙げられます。自由に撮影してよいとのことでしたので、自撮り棒を使って撮影しました。機関車の左側側面です。赤いところが加湿といって石炭を燃やしているところです。この車輪の部分が動輪です。後ろ側です。こちらが機関車の右側面です。普段決して見ることができない ATS 車上士も見ることができました。ブレーキ管、自動連結機です。こちらは歴代のヘッドマークです。おかえり C58 は大宮車両センターからの改装の際に使用されたヘッドマークです。以前動画で投稿しております。遡ってご視聴ください。この C58 型機関車は昭和15年川崎車両で作られました。左側が盛岡車両センター所属、右側が航路表を示しています。
汽笛を鳴らしていただきました。音量に注意してご視聴ください。機関車を上から撮影しました。外にやってきました。転車台です。自動連結機も触らせていただきました。機関車の下に潜らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。今年度の SL 銀河の運行は12月で終了します。その後たくさんイベントを準備しているということでしたので要チェックです。他にもたくさんの SL 銀河の動画を投稿しています。よかったら見てみてください。